始まりました、エデンズゼロチャンネル。今回ですね、シータムこと伊沢しおりちゃんに来ていただきました。どうも皆さんこんにちは、ピノ役の伊沢しおりです。はい、この3人で集まるのって初だよね。アフレコでもそうだったそうです。アフレコも多分3人はなかった、3人はないですね、気がする。そう、私が今回エデンズゼロで四季くんと初対面で、私もエデンズゼロで四季くんと初対面だった、ですね、そっか。前回ちょっとお話しした時に、伊沢さんのことを僕なんてお呼びしたらいいか、あれ言わなかったっけ私。ま、多分僕がコミュ障すぎて、なんて呼んだらいいですかって多分言えなかったんですよ。嘘。なんてお呼びしたらよいでしょうか。シータムいいんですか。シータムさんと呼ばせていただきます。さあ今回の企画は声優あるある共感グランプリ。こちらの企画は、皆さん声優なら思わずわかると、言ってしまうような共感できるような声優あるあるを言ってもらって、共感を得られれば1ポイント獲得、なるほど、みんなでワイワイ言っていくコーナーでございます。あるある。優勝したらなんかやっぱいいことがあるやつ、いいことがあるかというと、みんな目そらしてるじゃん。初代声優あるある王になれるそうです。やったプロフィールに書こう。それ絶対無駄に現場で突っ込まれるやつだよ。初代声優あるある王って何、アワードにはありませんよね。これはあるあるをとにかく書いていくということなので、このお手持ちのホワイトボードに書いて発表してくださいと。これ大喜利ではないんだよね。大喜利じゃない。とりあえず無難なとこから行こう。じゃあ、そうね、そうね。はい、お早い、整いました、整った、整った、あれ字汚ねな、知らないワードのアクセントすぐ調べがち。あるある。なんか、なんだろうこれって思ったら、これの正しいアクセントってなんだろうって、アクセント自体すぐ引いちゃうんですよ僕。あ、でもそれは正しいよ。それ紙の辞書引く、それともアプリのやつ。アプリですね。アプリ便利だよね。便利だって、あれ発音してくれるじゃないですか。そうなの、ある、ポチッと押したら喋ってくれるからね。そうなんですよ、ありがてえ時代になりました。確かに確かに、あるあるは、あるあるポイント何ポイントもらえるんでしょう僕。あ、2かな今。2、やった、ありがとうございます。私たち2人ともあるって言ったのか。あ、やった、そっか、嬉しい。なるほど、ちょっと厳しいですね。お、じゃあシータム、こちらでん、お、喉に効くものを探しがち。あー、めっちゃ探しますね。それはまあ持ってるしね。ね、何派何派、なんか龍角散派とかプロポリス派とかいろいろあるじゃん。粘治安派。あ、僕は粘治安です。粘治安派、私強制派的派が。あー、めっちゃ技名みたいじゃない。そう、クエ強制派的派的派みたいな。そうなんでも、なんで聞くのかわかんないらしいんだけど、なんで。一回ね、喉の病院に聞いたの、強制派的癌がすごく効く気がするのですが、なぜですかって聞いた、わかんないねって言われ。病院の先生もわかんない。わかんないんだけど、丸薬バージョンもあったんだけど、今は多分粉が主流じゃないかな。僕は粉しか飲んだことないですね。そうなんだ。味ってどんな感じなの。めっちゃまずいっす。そう、まあ、漢方で、ザ漢方って感じ。そっか、いや、粘治庵って美味しいじゃん。粘治庵甘いのが美味しいね。そう、ちょっとそれに甘えてたかもしれない。まだ多分粘治庵の方がなんか喉にじわじわ効いてる感じ若干ありますもん。あー、なんかこう、あれって本当は溶かして飲むものだと思うんだけど、シロップだから。でも私たちってもう自家製じゃん。自家でいきますね。それが声優っていう。めっちゃカロリー高いらしいけどね。あ、でもあんだけ甘いとそうですよね。そうなの。じゃあ、マジ喉には帰らないから、ガンガン飲んでた。いや、いいこと聞いた。これはじゃあ2ポイントかな。やったね。はい、ではじゃあ私いきます。こちら、じゃん、顔より声で気づく。わかる。マスクとかしてるから最近さ、お顔しっかり見えないことあるけど、そう、まさしくそれで、私はなんか一応なんか分かんなかったらどうしようと思って、交番表を一応まじまじと名前を、今日スタジオにいる可能性のある人をね、そうそうそう、誰がいる誰がいる。私初めて会う人だったら挨拶しなきゃっていう感じだから、ちゃんとお会いしたことないと、こう、あー、これすっごい、これあるあるに書きたかったけど、書きたかったけど、潜在意識、もう一回書いて、もう一回書いて、あ、いい、もう一回書いて、ちょ、ちょ、ちょ、これはこれで、なになに、あ、もうちょ、先に言うわ、言って。潜在写真から時間が経ちすぎて、本人の今の顔と違う人多すぎ。あるある。それはありますね。あるね。それはあります。女子なんかやっぱさ、髪型が違うと思うさ。そうですよね。そ
れで気づけないパターンもあるんだけど、ね、声なら絶対わかるからさ。そうですね、声聞いて現場でマイク前立っていたのって今ので私4ポイント取っちゃった。いやリードされてる。一歩近づいてるぞ。優勝したい、優勝したい。いいぞ。ちょっとこれ文字に書くのがちょっとすごい長くなりそうなんで、口で説明していいですか。やっぱ書かなくなる。新しいスタイル。よし、聞く、行ってみよう。なんか僕そのアクセントをこっちのアクセントでお願いしますって言われたのが、自分にあまりにも馴染みがないアクセントだった場合、うん、覚えにくいじゃないですか、うん、次の自分が喋る時までに忘れそうな時、うん、同じアクセントの単語を台本に書くことがあるんですよ。例えば、うん、タンチモだったらタンチモ、タンチモ、コンビニ、タンチモ、コンビニ、コンビニでも確かに私すごい苦戦したのが、はい、思考性か思考性か、未だにちょっと悩んでるから間違ってる時あるかもしれないんだけど、これ難しい。魔王思考性だと魔王思考性だけど、単品だと思考性なんですもんね。そうそう、そうなんだよね。難しい。エデンズゼロ用のアクセント辞典が欲しい。いや本当です。最初バルキリーもバルキリーなのかバルキリーなのかどっちだろうってなりました、ね、確かにそうだよね、二通りあったよね。確かに。じゃあちょっといきますよ。ちょ、はい、置いてかれてるから私。はい、これ声優さんですかって聞かれると一瞬固まる。あーなるほどなるほど、あります。なんか聞かれることある？ないのかよなんか死ぬほど聞かれるんだけど、うん、そうそうです、ね、声質的に確かにうんってなるからだと思うんで、うん、なんかその私って分かって聞いてるのか、それとも声が変だからただそう言ってるだけなのか分かんない時に一瞬どってなる。どっちどうするの、そういう時。よく言われます。正解。一番うまいですよね。正解。言うことがある。正解。いやー言われないんだよね私。本当うらやましいというか。でもなんか一時期声優ですって言うと、そのスーパーの方の声優あるね、声優レジの人ってことですか。そう。って言われる問題が一時期勃発してたけどね。普通にスーパーに勤務していますって言うよね。特定のスーパーの名前出すのちょっと斬新ですよ ね。別にそんな伊藤洋華堂ですか言わないでしょみたいな。それの噂を聞いて、うん、あでも確かにそういうのもあるのかもな、うん、いやでもまあ都市伝説だろうとか思ってたら、うん、教習所行ってた時に、うん、たまたま、うん、その身内に声優をやられている方が教官だった時があったのね。それをじゃあ私もそうなんです声優なんですって話をしたら、うん、多分その教官が他の教官にも言ったらしくて誰々さん声優なんだって声優なんだって、うん、へーってなって、その別の日に別の教官になった時に、うん、君声優で働いてるんだってって言われて、動きが失敗してるじゃん。本当にあるんだそんなこと。すごいですね。違いますと、あとなんかあるかな。物件を探す時に僕周りの、うん、声をめちゃめちゃ気にしてたんですけど、うんうん、やっぱ夜にリハやってる時に、うん、すげえ本意気で芝居がしづらいっていうのはめっちゃあります。あーそうだね。だから本当になんか今回のエデンズゼロもそうなんですけど、うん、すごい夜中に技名めっちゃ叫んだり、うん、師匠がなんとかとか言ってたりすると、うん、隣の部屋やべえやつおるなみたいな。それは絶対思われてんだろうなって思いながら叫んでました。確かに家でリハーサルする時って結構難しいよね。いやそうなんですよ。行ったことないやつとか、うん、このニュアンス出したことないから一回ちょっと家でやっとかないと不安だなみたいなのって、やっぱ本気で一回やりたいですもんね。出さないとってなると、うんうん、分かる。これはでもどのように周りに聞こえているんだろうみたいな。めっちゃ気になりますよね。気になる。私もう今全然気にせずワーバーやっちゃってるけど、僕も今は全然気にしないです、うんうん、いつ通報されるかと思って本当いつかのピンポンってくるかもしれない、うん。なんだ、あとなんだろう。ちょっと言えるあるあると言えないあるあるがあるよね。言えないあるあるめっちゃ気になります。言えないあるあるはマジで言えない。すごいピンポイントで言っていい？若手の女の子あるあるでいい？気になる、はい、どうぞ。レディーアゼルよく来てる。あーわかる。これやった。わかる。レディーアゼルっていうブランドがね、うん、ファッションブランドあるんですけど、ここ結構キャッチーな配色と形をしてて、うん、ワンピースとかが、うん、そうめちゃくちゃイベントで被るんですよ。そうなの。しかもこうちょっとなんていうのかな、高すぎず
そうそうそう、安すぎずだから、そうそうそう、みんなその衣装として手頃な感じで、衣装感もあって、でファンの人にも好まれそうな感じ、うん、そう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 、可愛らしい感じなのよ。覚えて帰ります。勉強になりました。結構やっぱ声優さんの、まあ、これ男女問わずだけど、はいはい、衣装何着てたか特定班がいるのよ。いますね。特定班こんなに見合いだった。探偵がいらっしゃる、たまに見るとやっぱ同じブランドがずらーっていう時があって、あ、見てるポイントで言えば、うん、これちょっとこれ共感してもらえるかな。何、まだ出てくるじゃん、すごい出てくるじゃん。ちょっと私これ最後、これは私の中のあるあるかもしれないんだけど、うんうん、声優さんといえばマイク前に立ってお芝居するじゃないですか、喋、うんうん、ってない人は後ろに座ってるでしょ、こうやって、うんうん、で目の前にいる人のお尻見ちゃう。で、しきくんの足めっちゃ見てる。上じゃなくて下見ちゃ う, 見ちゃう。なんでかっつうと、座った時の目線がちょうど、そうですね、ちょうど確かに目の前にありますもんね。っていうのと、うん、パンツスタイルだと叫んだ時にキュッってこう、うん、いやいや、キャラ高く見すぎだと思う。めっちゃ見てますね。やだなるのが、やだ、お尻の筋肉に力入ってるのを見られたくない。キュッってなるのが私は好きで見ちゃう。エデンズゼロチャンネルということで、自分で発表するのもなんですが、初代声優あるある王は私小松です。おめでとうございます。何これ、声優の中の声優だな。何これ、プロフィールに書けますね。プロフィールにむしろ書かなきゃいけないんだなっていう。じゃあちょっとエデンズゼロの、小松美香子のプロフィール紹介する時には入れといてください、うん、そうですね。はい、ということで高評価&チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、シータム、うん、ここで最後 の, あの台本にはない締めの、うん、まあ、挨拶っていうか決めがあるんですよ。なんだって。できてしまったんですよね。できちゃった、予定なかったんだけど。誰が作ったんだ。これはレベッカのせいということで。誰というかレベッカ、誰というか、そうそうなんだよね。一応まあレベッカが作品内で VTuber として活動しているっていうところからインスピレーションを受けて、にゃんにゃんって、あ、やるね、やるじゃないですか、うん、あれです。え、にゃんにゃんって言うだけ、うん、ポーズって書いてある。ポーズもあります。にゃんにゃんみたいな、右から、あ、でもどっちでもいい、何でもいいよ、アレンジしてもらっても全然大丈夫です。ハードルが上がってしまう。これ毎回やるんでよろしくお願いします。わかりました。じゃあ、まあ、せーのって言ったら、うん、今のにゃんにゃんで締めようと思います。それではせーの、にゃんにゃん。閉まるのこれ。無理やり閉まります。一人でやるの辛いですね。OK、いきます。せーの、にゃんにゃん。いや、ダメだろ。